ヨハネの福音書の15章の1節から、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです、とそのように記されています。先日イラノ先生からメールが来ましたけれども、ゴスペルのセミナー、そして集会、昨日とても祝福されたようです。帯広について、帯広の教会で集会が終わって3時間ほどかけて札幌の方に運転されたということですね。夕べはゆっくりと休まれ、今朝は、富士の福音キリスト教会で礼拝のメッセージと、ゴスペル、そして午後は、札幌ガーデンチャーチという、これは酒井圭介、兄弟、そして佳代姉妹が、通っている教会、通ってはいないんですけど、お世話になっている教会ですねここで特別伝道集会が持たれます。明日の朝は、圭介さんと佳代さんのカフェコフェルにおいて朝食をいただいて、そして集会を持って、帰ってくると、午後の5時半ごろに東京に到着するということですけれども、移動距離がさすが北海道ですね、長いので、どうぞ旅の安全と、そして伝道の祝福のためにお祈りをしてください。今回のシアトル訪問ですけれども、実は2年半前に、結婚する前の吉久君と2人でシアトル訪問しようと計画していました。で、計画をしていたのですけれども、3月でしょうかね、2020年の3月、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。 COVID-19、コロナウイルスがですね、とても広がってしまって、ちょうどシアトルが一番ひどい状態だったんですね。で、シアトルの友達から、今回は来ない方がいいよと、メールが来まして、出発の3日前にキャンセルことにしました。キャンセルをしたんですけれども、航空券をそのまま取っておいたんですね。この航空券2年間有効ですよということで、今回使わないと切れてしまうので、じゃあ行きましょうと、吉久君と相談をしながら決めたわけですけれども、そしたらヨジはもう結婚してますので、奥さんも連れて行きたいということになりました。で、奥さんの分は出ないよと、彼に諭し、彼は自分で何とかお金をかき集めて、奥さんも一緒に行くということになった次第です。で、今回そのような旅行をしますということをお話したところ、陽子先生の方から、よっちゃんたちの新婚旅行にお父さんがついていくみたいなものねと言われまして、考えてみればその通りだなと、なるほどその通りだなと思いました。この旅行なぜ行くのかということについて合点が言ったわけですけども、アメリカに行って、そのアメリカの友人たちに、息子夫婦の新婚旅行についてきた父親ですと、半分冗談で言ったところ、逆にですね、アメリカでは珍しいことではないんだよと言われました。皆さんのご子息、お嬢様が新婚旅行に行くときに、両親がついていくということは結構いいことなのかもしれません。でも悪いことであるかもしれません。はい、並走なんだと思ってネットを調べたところ、ファミリーハニムーンという言葉が出てきました。いいのかどうかは分かりませんけれども、私たちはとても楽しいひとときを持ったんですが、シアトルの街は非常に、楽しい、美しい街でした。これ写真のところに行かないかな、はい、こうですね。スペースニードルって言って、これはシアトルの街を代表するタワーです。これはシアトルのパイクプレイスですね。パイクプレイスは、これ魚介類をたくさん売っていて、私たちが行った時は残念なことに魚を放り投げるっていうショーみたいなのはなかったんですけれども、これ全部カニですね。で、その中でお花を売っていて、とても綺麗だったので写真を撮らせていただきました。これでだいたい2000円ほどです、もう本当に、美しい花がたくさんありました。これ何だと思いますか。これも有名な観光地なんですけれども、シアトルに行ったことのある方はご存知かもしれませんが、全部チューインガムです。
綺麗って言えば綺麗なんですけど、行ってみてですね、長くはいられませんでしたね。ちょっと気持ちが悪いと、やめてくれって言うらしいんですけども、もうなんかね、来る人はみんな注意がペタ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 貼ってて、これ両側なんですよ。まあなんか面白いことするなと思いましたけども、これスタバの本社がシアトルにもあります。コーヒー一杯からこんなすごいビルが、建ったわけですね。スターバックスと書いてありますけども、本社前で写真を撮らせていただきました。マイクロソフトの本社にも行ってきましたけれども、マイクロソフトの本社の敷地がですね、東京ドームの43個分、ちょっと見当がつかないですね。町田市よりも大きいかもしれない、まあ、ちょっと冗談ですけども、43個分というのは本当に広いところですね。で、私たちが案内されたところは、この教会のここから一番奥のところまでの4倍ぐらいあるところです。狭いところです。広いんですけど狭いところです、まあ、そこが訪問者が訪問することのできる唯一の場所だったんですけれども、本当に大きな敷地に持っています。この方から招待を受けたということですが、若い時のビル・ゲイツですね。ちゃんと入っていくと、その創業当時の社員たちの写真がこのように飾ってあって、まあ、ビル・ゲイツさんがずっと私の方を見ていたと自分なりに感じていたわけですけども、すごい人だなと思いますね。シアトルの南、港ですけども、本当に青い空と、シアトルはこの9月が一番いい時期で、暑くもないし、8月はどうだったのって聞いたら、日本そっくりだって友達が言ってました。90度以上の湿気と 90% か、そして本当に暑いんですね。シアトルでこんなに暑くなることはないっていうことを言ってましたけれども、なんと暑くなることがないので、皆さんの家にはクーラーがありません。考えてみてください。日本そのままの暑さでクーラーがない状態で、もう本当に8月は大変だったということでしたけれども、9月は本当に過ごしやすい時でしたね。湿気もありませんし、風も穏やかで、気候も半袖 T シャツ1枚で十分です。ここで私たちの友人のデイブとメラニーの家なんですけども、素晴らしい家ですね。2つの車が入るガラージがあって、まあ、この人たちとはですね、私たちがまだサンタバーバラにいる時、またサンタバーバラに引っ越そうとする時に、まあ、サンタバーバラで彼と一緒に留学生伝道をしていたんですね。でデイブとメラニーはその当時若かったし、私も若かったんです。第一礼拝でこの写真を見せたら、その背が高いっていうんで、これ私だって皆さん気がつかなかったらしいんですね。なんか勘違いした人がいて、アメリカ人はみんな背が高いんだろうということで、背が高いアメリカ人よりも高い人は誰なんだろうと。これは私が牧師になって初めて結婚式をしたのが、このデイブとメラニーというカップルでした。まあ、私が初めて式をしたというよりも、おそらく平野先生の指導のもとに結婚したんだろうと思いますけれども、長らく一緒に留学生伝道をして、その後で彼らはシアトルに引っ越していきました。デイブはワールドビジョンという非常に世界的なノンプロフィットのクリスチャンのオーガニゼーションで、サイバーセキュリティを担当しているコンピューターのエンジニアです。世界全部のサイバーセキュリティを担当しているという非常にストレスの多い仕事で、彼は来年ぐらいにはもうリタイアしたいんだということを言ってました。でもなかなかその後を継いでくれる若い人が見つからないので、もしこの中で若くてコンピューターが得意でサイバーセキュリティ担当できる方がいたら、ちょっとボランティアしてみてください。紹介させていただきます。そういう仕事をしていたので、コンサルティングなんかもできるようですけれども、まあ、彼は仕事を終わったら、退職したらホームレスを助けたいんだということを話していました。メラニーっていう人は未だに留学生たちに対する伝道をしている非常に熱心な方なんですけれども、グリーンリバーという大学で、これは技術系の大学ですね、2年生の短期大学で日本人留学生がたくさん来ています。なんでこの大学に行くかっていうと、管制官になるための専門的な訓練学校なんですね。他にもいろいろな技術関係があるんですけれども、それを目当てに日本で勉強しながらこの学校に来て、半年なり1年間勉強して、ゆくゆくは管制官になっていくと、そういう非常に専門的な大学です。もう一度言います。一番右側の黒のタキシードを着ているのは私です。
髪の毛もっとたくさんあったんですね。もう少し痩せてたんですね。はい、あれは30何年前の写真ですのでご了承ください。このような家の中で、吉久君と奥さんの美咲さんが左側ですけれども、デイブとメラニー、そしてこれ朝食風景なんですが、手前に写っている2人の留学生、ベトナム人の留学生です。19歳と20歳、もうアメリカに来た時から英語ペラペラですよ。皆さん普通に会話がすごいよく話せますねって言ったら、いや私の英語まだまだなんですねって言うんですけど、本当にアメリカ人と会話して全然問題ないぐらい、日本の教育がどれほど間違っているかということが分かりますね。ベトナムではもうすでに英語が話すことができるようになってアメリカに留学してきます。で、2人ともエンジニアをしたいということで、エンジニアしたいんだ、大学卒業したらもうね、初任給1000万円だねなんて話をしてたんです、海外では。で、何をしたいのって聞いたら、アメリカに残るんじゃなくして自分の国に帰って、自分の貧しい農村に帰って、まあ、そこでこのエンジニアリングの知識を生かして村おこしをしたいと、村というか町というか国おこしをしたいんだって。19歳とか20歳のね、女の子がそういうなんていうビジョンを持ってるんですよね。これはね、もしかしたら日本抜かれるだろうと思いました。なかなかそんなビジョンを持ったような若者って19歳20歳で日本人で会ったことないんですけども、その後ろにいるあのポニーテルの男の子はこの子とも優秀で、まだ20歳ですけども、まあ、将来的には UC バークレーでフィジックス、まあ、量子力学をしたいんだと言ってました。で、彼に量子力学について私が分かるように簡単に説明してくれと、うちの教会の先生はもう量子力学にはまっていてその話ばかりするんだけど、まだ私はよく分からないって言ってね、そしたら私も分かりませんって言ってましたけども量子力学を勉強してどうなるんだろうかなという心配ですが、 UC バークレーは世界でトップクラスのこの物理の大学みたいですね。そこに行きたいんだということを言ってました。まあ、このメラニーという人はこういう留学生を相手にですね、しているわけですけども、彼女は牧場を持ってます。小さな牧場ですけども、納屋に2頭の馬を飼っていて、これ乗ってるのは私の息子の吉久なんですが、奥さんも乗ったし私も乗りました。乗って降りるときにサドルから足が離れ取れなくて、見事お尻から地面に着陸しました。要するに落馬したわけです少し格好悪かったですけどもね。で、旦那さんのデイブさんはこのコロナ禍で出社することができないので、家に鶏を飼うことにして、鶏を飼ってます。ちょっとよく見えないんですが10羽ほど飼っていて、全部の鶏に名前がついてます。で、全部紹介してくれたんですね。これは何々、これは何々、これは何全部見ても鶏にしか見えません。彼はね、ちゃんとね紹介できて、で、素晴らしいのは朝取ったばかりの卵をですね持ってきて割ってスクランブルエッグにして食べるんです。毎朝いただきました。普通に美味しい卵でしたけど、ものすごく健康的な卵だなと、まあ命の尊さっていうか、ごめんなさいねあなたの卵を取っちゃってみたいな感じでね、いただきましたけども、本当に素晴らしいカップルです。これはメラニーさんの家のベランダから見た、夕日ですね。この方たちはダンとキャロリン・ブラナン、宣教師ですけれども、この宣教師の夫妻もサンタバーバラ時代に知り合いになりました。平野先生ご夫妻もよく知っている方たちですけれども、ダンは1970年代にベタニア教会の牧師をしていた方で、平野先生は私たちのずっと前に牧師をしてました。で、牧師を辞した後にお二人は留学生伝道を始めたんですね。で、彼の年齢ですけど平野先生とほとんど変わりません。素晴らしいなと思ったのは、日本に住んでいるとですね、私たちの周りで聞くのは年を取っていくと本当に年を取っていくんだという声を聞くことが多いんですけども、この二人は若々しい元気なんですよ。平野先生も北海道に行ってかなり過密なスケジュールをこなしているわけですけども、元気ですね。なんで元気かなと、それはですね、彼らはビジョンを持っているということだと思います。若者たちは幻を見、老人たちは夢を見ると、
ということですが、そのビジョンに向かってもう留学生を相手にして伝道しているのが楽しくてしょうがない。それは楽しいでしょう。彼らの家ですね、小さな家ですけれども、本当に素敵なアメリカ風の、昔のですね、アメリカ風の家でした。さすがに家の中の写真は撮りませんでしたけれども、ブルーの綺麗な家ですね。こういう伝道をしてるんですね。これは楽しいですよ。彼の行ってる教会のメンバーの方が元デルタ航空のパイロットクリスチャンです。でこの方がクルーズシップを持っていて、別にセスナ機も持ってるんですね、まあ、好きなところに自分で飛んで行ったり、このクルーズシップを運転してピュージェットサウンドと言われるシアトルの湾を楽しんでいるわけですけれども、このクリスチャンの元デルタ航空パイロットの男性の趣味というのは、ノンクリスチャンをこの船に乗せてゆっくりと食事をしながら信仰の話をするという。でこのダン・ブラナンさんが連れてくる日本人の留学生20人ほどいましたけれども、この船に乗って、まあ、私たちも参加してくださいということで、私3人もこの船に乗ったわけですけれども、シアトルのピュージェットサウンドという湾をゆっくりと回って巡って、まあ、留学生たちと交わりをし、食事をしながら、まあ、夕日を見ながらですね、信仰の話をしたり、ただカンバセーション会話をしたりしたと、こういう伝道をしているんですね。非常に面白い伝道だなと思います。素晴らしい、ちょっと曇ってましたけれども、素晴らしい伝道ですね。この中で多くの日本人の、特に男性よりも女性が多いというのは驚かされますね。女の子たちがたくさん留学をしてきて、ジュニアカレッジに通ったりしてるんですけども、この中に非常に優秀な一人の男性がいまして、東大を出てワシントン大学というところで大学院でマテリアルフィジックス、これは何でしょうね、飛行機のなんか材料になるようなものを作ったりするようなところでしょうけども、その博士号を始めたばっかりなんだという非常に信仰熱心な若い男性に会いましたけれども、20代後半でしょうか、これから4年間みっちりと大学で学ぶんだということでしたけれども、ダンとキャロリンのこの留学生伝統を熱心に手伝っていました。ところでアメリカの大学って授業料が高いって皆さん聞いたことがあるかと思うんですけど、どれぐらい高いと思いますか。お子さんを送った方はご存知だと思うんですけども、ワシントン州立大学という非常に立派な大学がワシントンにはあります。BA ですね、学士1年間かにかかる授業料が5万5000ドルです。授業料だけです。今の為替レートにするとだいたい780万円、1年間ですよ。大学、これ大学院レベルじゃなくして普通の大学、ワシントン大学っていうのはプライベートな大学ですけども、本当に良い大学ですね。矢野先生も博士号をそこで少し勉強していたことがあるようですけども、私たちの子どもたちアメリカで生まれて将来アメリカに帰るのかと思ってたら、僕たちは日本でいいよと、大学も日本で行きます言ってくれて本当に良かったと思います。アメリカに行ったらうち完全に破産してたろうと思いますね。いや1年間で780万円ってどういうことなんだろうって、まあ、そういうのが大体ね、私立の大学の大体平均値かなと思いますね。本当に高額な、授業料になってますけれども、まあ、それでも来て学んでる人がいます。でクルーズをしていて面白いなと思ったのは、これ水の上に浮いている家なんですね。ベネチアだけじゃないし、まあ、京都にもこういう家があるようですけども、湾にこういう家が浮いていて、こういうところに住みたい人がたくさんいるみたいですね。この家は一軒だいたい1億円します。すごいなと思いますね。まあ、このようにしてこのアメリカ人の元デルタのパイロットの方は伝道しているわけですけども、いろいろな伝道の仕方があるんだなと、人々を助ける方法があるんだなと思います。私たちの教会でも上野健太郎兄弟が大人向けの漫画教室を、まあ、昨日ですね、男性でマクドナルドでバイブルスタジオしたんですけれども、してくださいとお願いしてしますということでね、引き受けてくださったんですね。漫画界隈ではとても有名ですし、また週に一度は京都の方に行って若い人たちに漫画を教えている、そういう学校で教えているわけですが、
まあ、今回は本当に初回限定ということで1人500円でもうすでに4人ぐらいサインアップしてますので、興味のある方はぜひぜひサインアップしてみてください。いろんな伝道の仕方があるなと。稲見さんはこの何でしたっけ、 T シャツに色を染める藍染め、これも面白いなと思いますね。それぞれにこう自分の持ち味を生かして、まあ、直接ねイエス様のことを語ってもいいし、また交わりをして神様の愛をシェアするというか、そういう時間を持つ、とても大切なことだなとそう思います。もう一つアメリカで素晴らしかったのはこの教会、グレイスコミュニティチャーチという教会ですけれども、これはオーストラリアのヒルソング系の教会ですね。デイブとメラニーさんが通っている教会で、ここに留学生たちがたくさん20人とか25人ほど集まっています。ちょっと礼拝の賛美風景ですけれども、まあ、こんな感じの教会で朝からもフルでしていますし、ちょっと音が悪いのであまり聞き心地が良くなかったかもしれませんけれども、本当に素晴らしい音響設備、そしてこのステージの上に立っている皆さんはみんなボランティアです。バンドもみんなボランティアですね。自分の奉仕をしているということですね。でこの教会、これが牧師ジェシー・ブラッドリーという牧師ですけれども、 T シャツとジーンズで頭には髪の毛が全くありませんが、それは置いといて、まあ、牧師がメッセージをし、そして教会が始まる前と後に教会のカフェがあって、そこでコーヒーはただカプチーノとかラテとかいろいろ作ってますね。試してみました。美味しいんだろうかと。美味しかったです。ドーナツも売ってますし、マカロンも売ってますし、それぞれ1ドルとか2ドルぐらいで買ってですね、皆さん楽しんで交わりをしているような教会ですね。新しいなと思いました。教会が本当に元気ですね。今見て分かったかと思いますけども、教会の中で、まあ、今回アメリカでつくづく思いましたけど、マスクをしている人がほとんどいません。レストランに行っても誰一人マスクしている人いませんし、ウェイターもウェイテレスもマスクをしている人がいませんね。まあ、日本11月から、まあ、外国からたくさんの観光客が来るということですけれども、なかなか難しい判断が迫られるかなと思います。アメリカ人でまずマスクをしている人はいないということですね。飛行機で帰ってくるときに機内の中でずっとマスクを外してましたけれども、羽田に着くときに皆さんにマスクが配られて、羽田飛行場ではマスクをしなければならない。皆さんちょっとねアメリカ人の方などは頭立ってましたけれども、そういうような状況にアメリカにはなってます。いいか悪いか、しなければならないかしない方がいいのか、それは私は判断しませんけれども、アメリカの状況はそういう状況だということですね。もう一つアメリカで素晴らしかったのはこの自然、マウントレイニアというところに行きましたけれども、手前の方にはたくさんの木が茂ってますが、これだんだんですねトレッキングしました、木がなくなるんです。上の方に行けば行くほど風が強くなって高い木が生えることができないんだろうと思います。もちろんマウントレーニアの方まで行くにはですね、こんな装備じゃ行けません。富士山よりも600メートル高い山ですから、かなりフル装備で行かないと、帰ってくることができなくなってしまうような山ですね。神様が本当に天と地を作られた青い空とこの雪に覆われた白い山、本当に美しい山です。そしてもう一つは、あ、いい感じですね。このスノーコルミーの滝という滝があって、さっき船に乗った船長さんがですね、ここは絶対行きなさい、この滝はナイアガラの滝よりも2倍は高い滝なんだよ、本当かなと思ったんですね。で調べたところ、ナイアガラの滝っていうのは高さは58メートルぐらいなんですね。幅がすごいらしい。でこの滝はだいたい99メートルあるので、
ナイアラガラの滝の2倍あります。でこれ日光の華厳の滝と大体同じぐらいの高さなので、見てもああ華厳の滝ぐらいかなと思ってたらその通りの滝でした。以前教会の旅行でヨセミテ公園に来ましたけども、まあ、ヨセミテ公園にあるヨセミテの滝というのはですね、高さが740メートルあります。これは圧巻ですね。本当にこういうところをトレッキング、随分とトレッキングしたなと思います。で皆さんにちょっと秘密なんですけども、トレッキングするために私は滑って転びました。馬に乗っても落ちるし、子どもたちの前でちょっと格好がつかなかったっていうことがあるんですけども、まあそれもいい思い出になります。今回の旅行を通して私が本当に感じたことは、神様は本当に良いお方だなと。あ、ごめんなさい、これ第一礼拝で見せるの忘れましたけども、アメリカ人の小さな子供がですね、私たちの方に寄ってきて私たちを歓迎してくれたんですね。本当に可愛いアメリカ人らしい子供でした。こんなところでしょうか。これはメッセージの中になるので、はい、ビデオはここまでです。神様は本当によくしてくださったなと思います。2年半前に私は吉久君と旅行を計画したんですけども、その意味というのはですね、やっぱりお父さんと子供が一緒に旅行するってなかなかないなと、そういうチャンスというのがないので、そういうことのために旅行を計画したんですね。コロナでそれがダメになってしまって、まあ、2年半経って、そしてチケットが切れてしまう前に行こうということで、今回は吉田君の奥さんも一緒に旅行したわけですけども、これ本当に良い旅行だったなと思います。神様本当に私たちに対して良くしてくださったなということを感じましたね。世界を見渡せば、まあ、戦争があります。ロシアとウクライナの争いもそうですけれども、まあ、小さな紛争などを含めると、まあ、現在進行形で今27ほどの争いが起こっていると言われています。シアトルはとても美しい街ですけれども、ホームレスの方たちが増えています。残念なことに、まあ、ロサンゼルスもサンフランシスコもですね、私はサンフランシスコに2年ほど住んでたことがありますけれども、今は観光客でも住むということに関してはあまり住めないような状況かなと思って、物価も高いですし、またホームレスの人たちが本当にたくさんいますね。全米の物価高は有名ですけれども、アメリカに比べると日本はまだまだガソリンも安いです。本当にびっくりしました。1ガロン5ドル安くて4ドル、私たちがアメリカに住んでた時に1ガロン1ドル30セントでした。まあ、20年前の話ですからね。昔はあって、そういうことを言ってたら吉井さんに言われました。お父さんね、さっきから聞いてるとね、昔は昔はってばっかり言ってるよって。まずいと思って、昔はっていう言葉使わないことにしました。でも昔はそうだったんです。比べるしかないじゃないですかね。本当に若い人といると一緒にやりづらいなと思ったんだけど。日本でマクドナルドでビッグマックを買うと今390円ぐらいですよね。ところがアメリカはその倍します。マックセットなんて買ったらですね、3人で食べたら50ドルぐらいしますよ。マクドナルドでさすがに50ドルは払えないですね。とんでもないぐらいです。一番最初に私はメキシカンが食べたいっていうことでファストフードのメキシカン食べに行ったんですね。昔メキシカンって一番安くて5ドルとか6ドルかぐらいで食べれたんですけども、同じものがだいたい13ドルするんですね。びっくりしちゃって、でもお正月3人分買っちゃったんでね、食べようとしたらこんなたくさん食べれないねっていうことで、それ以降はもう2人分だけにしてもみんなで分け合って食べるようにしてましたね。日本のマクドナルドはまだまだ安いし、ワンコインでとにかくとりあえずおいしいものを食べられるのは先進国では日本しかないです。外国行ったら本当に高い。金曜日にレディースランチョンが開催されましたけれども、さっき佐藤真由美さんがですね、1500円は安いよねっていうの話をしてました。本当に安いです。フルコースで1500円ですよ。おいしいですし、レジースランチョンがあって、まあ、リエ・ウィルソン姉妹が、証しをしてくださったわけですけども、リエさんとジョナサンは私たちがサンタバーバラにいる時からの知り合いです。友達ですね。
でリエさんもジョナさんもサンタバーバラでデイビッドやメラニーと一緒に私たちと一緒に留学生伝道をしていたわけですけども、サンタバーバラでつながった人が今になってもつながっているというのは本当に素晴らしいことだなと思います。リエさんは証のテーマがですね、 God will make a way というテーマで証をしてくださいました。主は道を作られるということでしたね。これはイザヤ書の第43章からの引用の言葉ですけれども、見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのか、確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける、19節ぐらいだったと思いますけれども、確かに彼らはホライズンを出た後に、2001年ですね、ホライズンを出た後に青梅に移動して開拓伝道を始めました。随分と慌ただしい日が続いたようですけれども、まあ、教会を建て上げることに熱心になってしまって、保育園に自分の娘さんを迎えに行くのを忘れてしまったということがあったそうです。まあ、ホライズンにいる時も、まあ、クリスマスの頃に恵比寿にあるウェスティンのガーデンチャペルというんでしょうか、そこで1日7回礼拝をしたと言ってましたけれども、礼拝が終わって他の集会に移動する時に自分の息子の啓太君をホテルに忘れていっちゃったと3歳か4歳くらいの男の子忘れちゃうんですよ。なんと無責任な親かと思うんだけど、それほど忙しかったということですね。まあ、幸いなことに啓太君は今30歳になって、まあ結婚するということですね。グレイシーさんというお嬢さんは今シカゴの方に住んでらっしゃって、進学校に通うご主人と結婚生活をしています。でなんとこのリエさんの息子さんの啓太君ですけれども、パサデナあたりにいたんですね。でパサデナで留学生活を送っていた阿波野陽太君、君って言っちゃいけませんね、阿波野陽太兄弟と同じ教会に勤っていたんですよ。シロアムゴスペル教会ですね。その教会の牧師先生の稲富先生が7月にホライズに来てメッセージをされたの、皆さん覚えてらっしゃると思います。でなんとこの阿波野陽太君がホームステイしていた、今日は沖縄の方に行ってますけども、陽太君がホームステイしていた吉田さゆりさんと健一さんの家ですけれども、吉田さゆりさんは以前の名前が本郷さゆりさんといって、サンタバーバラで留学生をしていて、サンタバーバラでキリストに導かれて、そして私が洗礼授けた女子だったんです。本当につながりというものが、まあ、今振り返ってみるとですね、すごいなと思うんですけれども、まあ、第一礼拝に来ていた西里さんもシアトルでデイビッドとメラニーにお世話になりましたし、ダン・ブラノンの家でバイブルスタディをしてたんですね。本当にすごい、つながりだなと思います。まあ、リエさんは話が飛びましたけど、リエさんは今までの歩みを振り返ってみて、まあ、牧会とか伝道についてのことを陽子先生や平野先生からたくさん学ぶことができたと、ホライズンになければ、牧会することはできなかったろうとこの2人は言っています。本当に私はアメリカから帰ってきて、まあ、20何年経つわけですけども、ホライズンで牧会について学ぶことが多いです、アメリカの教会よりも。不思議なことにアメリカはもうね、クリスチャンが盛んでということですけども、まあ、実際牧会的なことを学ぶのはホライズンに来てからの方が多かったように思いますね。イエス様の言葉で、先ほど読んだ言葉ですが、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいますとイエス様は言われました。イエス様は誠のブドウの木です。ご自分のことをはっきりと言われましたね。これは霊的な信仰的な世界の現実です。これも信じないとそうならないので、信じない人にとってはこれは全く意味のないことですね。信じるならば意味があるわけですけども、信仰の根本的なところがイエス様はブドウの木であると。そして私たちはそのブドウの木につながる枝なんだ。そして天の父なる神様は農夫ですとそのように記されています。農夫はブドウの木と木から生えてくる枝、私たちの場合木から生えてくるというよりも、私たちは継ぎにされたといった方が
正しいかと思います。この枝を世話するのが農夫の仕事です。で、天の父なる神様はこの枝を世話して実を結ぶようにしてくださるお方ですね。もしブドウの木の枝が好き放題に生えてしまったらどうなるでしょうか。以前この教会に虎之助兄弟という兄弟が来ていましたけれども、彼は HBC に来るときに来ていたときに相模原の方にブドウ園があって、そこでアルバイトをしてたんですね。ブドウ園にある大学の有名な教授さんが来て、ブドウをの枝を切ってしまったらしいんです。するとブドウ園の、農夫の方がその教授を怒鳴りつけたっていうんですね。なんでそんなとこを切ってしまうのか。まあ、教授ですから大学でブドウについて随分研究されたらしくて、ブドウのこういうところを切るんだということは理論的には知ってたんですけども、理論と実際は違いますので、そこを切ったらこのブドウはもう枯れちゃうんだと言われて慌てふためいたということを虎之助君が言ってました。で、神様は私たちのことをよく知っていて、どのようにして私たちを手入れしたらよいのかということをよく知っています。手入れされるときは、まあ、ブドウの枝って切られるわけですのでね、あまり心地よい思いをしないわけですけども、しかしプロの農夫が切るのですから、それは本当に良いところを切ってくださるわけですよ。自分にとって大切かと思っていたことが、実は自分の将来的な成長のためにはそれほど大切ではなかったかもしれない。私たちは一つのことに集中してしまうと周りのことが見えなくなってしまう。一つの視点に縛られてしまうと他のことが見えなくなってしまいますけれども、天の父なる神様はよく知っていて、その不必要なところをちょん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 よく切るんですよね。はい、台風らしき熱帯低気圧が来ましたけれども、私たちの家 の, 駐車場、本当に猫の額ほどの駐車場なんですけども、そこにこれは何もどきだったかな、柵がないとこうツタが伸びてしっかり固定されない木なんですね。外から人から見えないようにとってもよく生い茂ってるんですが、風で倒されてしまった。つまりこれはね、柵がないと無理だよと、台風が過ぎ去って今日晴れてるから今日私全部切るねって言ったら、全部切らないでちょうだいと、これがないと外から丸見えになっちゃうから、でも柵をつけないとね、根の方がもうゆら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 してるわけですよ。で、私が切ると本当に切っちゃうんですね。余計なこともやっちゃうんです。きれいに切っちゃうから、私がそういう植物を切ることを私の妻は非常に恐れてるんですけども、私と違って天の父なる神様はどこを切るか、その切るポイントをよくご存知です。どういうことかって、皆さんのことをよく知っている、よく知っている、私のこともよく知っている。友人関係ということはどういうふうにして続くんでしょうか。ある一時期こう本当にこうなんていうのかな、密接な関係にならないとなかなか友人関係っていうのは将来作ろうと思ってもできないもんですよね。で、その中でぶつかることもあるし、その中で許し合うこともあるし、友達だからまあいいかみたいな。友人関係に完璧を求めたらもう友人関係は作れないですよね。どんな関係でも完璧を求めたらもうそれは求めすぎであって、また友人関係でもギブアンテイクっていうところがありますから、いつも受け取ってばかりいる人は友人関係を作ることはできないですよね。ギブアンテイクですから。でも神様は本当にたくさん与えてくださっている。私がデイビッドとかメラニーとかダンとかキャロリーにできることは何かって言ったら、もう感謝することしかできないんです。本当に朝食もごちそうになったし、夕食もごちそうになったし、泊まるところも提供してくれたし、このダンとキャロリン・ブランドンの家というのは小さな家ですから2つのベッドルームしかないんですね。主のベッドルームはダンとキャロリンが寝て、そしてもう1つのベッドルームに私が寝ることができるかと思ったら、ベッドがちゃんと夫婦用のベッドを用意してあって、じゃあ私はどこで寝るんですかっていうくだりになった時に、先生はリビングのここにエアマットを敷きますからここで寝てくださいと、子供が気を使って交換してもいいよって言ったんですけどね、やっぱりねそうもいかないんで、私はリビングにエアマットでスリーピングバッグで寝ました。1日目は 寝心地良かったです。2日目はエアが抜けていたので硬かったですね、
神様本当に良いことをしてくださいますね。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。とどまる、イエス様にとどまるかといって、私自身がいつもイエス様にとどまる、一生懸命に努力をしているかっていうと、そんなことはありません。できないです。24時間イエス様のことを考えているっていうのは無理です。同じです。24時間私は妻のことを愛することはできません。大体において愛してます。はい。忘れてしまうこともあります。もちろんです。仕事をしているときに妻のことばっかり考えたらちょっとおかしいですよね。神様との関係も同じだと思います。四六時中考える必要はないです。ただ自分の意識の中で神様につながっている、朝起きた時に神様今日もよろしくお願いします、十分だと思います。寝る時に今日も守ってくださってありがとうございました、十分だと思います。プラス皆さんは教会に来て神様を礼拝している、十二分以上ですね。神様の恵みは私たちが考えているよりもはるかに大きくて偉大です。じゃなかったらば30年間デイブやメラニーやダンやキャロリンと友人関係を続けるというのはおそらくなかったんじゃない、もう切れてて忘れてしまってるんじゃないかと。お互いに成長してるし、お互いに普通の関係だったらばなかなか続かないと思うんですけども、彼らもクリスチャンで私もクリスチャンで、主に会った時に、ああよろしく、はい大丈夫だよ、こんな感じですよ。メールを書いたんですね。お世話になれますか、すぐにメールが戻ってきて、もうぜひぜひ、全くの躊躇がない、一瞬の躊躇もない。私たちだったらおそらくちょっと待って、日にちを確認するから、先それ言ってくれてもいいんですけど、いいよいいよ来て、アメリカ人って面白いです、それから日にちを確認するんですね。でいつ来るのと。And my all things work together for good for those who love him。 神を愛する者のために全てのことは愛働きて益となるって書いてありますから、皆さん先にそうするのはいいことだと思います。ダメだったらダメ、ダメ元で聞いてるんですけども、ダメじゃなかった。つながりって本当に大切だ。抱え込むようなつながりじゃなくて、距離があっても、その距離というのは距離の距離ですけども、時間的な距離、精神的な距離であっても、主にあってまた交わることができるというのが私たちにとっての大きな祝福だと思います。まあ、クリスチャンでいることに私は本当に感謝しました。教会につながっていることに感謝しました。教会から離れてしまったならば、おそらく私たちはデイブとメラにお願いすることができなかったし、ダンとキャロリーにもお願いすることはできなかったでしょう。で、今日皆さんとつながっていることに本当に感謝しています。この皆さんとつながっていることが、皆さんにとっても私とつながっていることが祝福になってほしいと祈ってるんですけれども、私にとっては皆さんとつながってくることが大きな祝福であって、そしてこれからも大きな祝福を生み出すということを、この過去の経験を通してなんと知っていると言えるような年になった。前は分かんなかった、で今は確信を持ってそういうことができます。実が実らないはずがない。神とつながっていて、教会としっかりつながっていて、実らないはずがないということを今回再度確認することができたなと思います。皆さんも同じですね。イエス様とつながっている、時々意識してみる、まあ、しょっちゅうというのはなかなか人間的に無理ですから、何かあることにちょっとお祈りの心を持ってイエス様って声をかけてみる、素晴らしいつながりが生まれてくるし、そのつながりというのはこの時代、そして年月を超えて皆さんにとっての大きな祝福をもたらすことになると、そう信じています。お祈りします。